義父を5年間介護して、最後は施設で看取ったんだけど、義姉は海外を飛び回るような仕事をしてて、実家には正月くらいしか戻らない人だったから、介護はほとんど手伝ってもらえなかった。でも、介護費用を全額負担してくれたし、自宅で見てた時もお金なら心配しなくていいから、ヘルパーでも家政婦でもじゃんじゃん雇ってねと言ってくれた。たまにお見舞いに来た時は必ず私に、いつもお父さんがお世話になっています。ありがとう。って、きちんと頭を下げて、介護費用とは別にびっくりするくらいの額のお金を、家計に入れないでね、お小遣いにして好きなことに使ってね、とこっそり渡してくれた。義父のお葬式の時も親戚のいる前で手をついて改めて、お礼の言葉をくれた。口の悪い親戚が、家に帰りたかっただろうに施設で死なせてかわいそう、と嫌味を言っていたからあえて言ってくれたのだと思う。義父の遺産は、世話をした人や家業を継ぐ人がもらうのが当たり前、と言って放棄してくれて、おかげで家や仕事場を処分しなくて済んだ。葬儀やお墓の費用もほとんど出してくれた。家業と並行しての介護は正直大変だったけど、身近な親族がここまでしてくれたから、気持ちの持ちようが全然違った。義姉は、今でも、たまに遊びに来て子供たちを可愛がってくれて、私の作る普通のご飯を、うまいうまいと食べていく。へそくりにしなよと、相変わらず、私にまで、こっそりお小遣いをくれる。ある世界で成功している人だけど、成功したから太っ腹とか言うわけじゃなくて、こういう人だから成功できたんだろうな。